最長老さんにしっかりパワーを引き出してもらえたのか。はい。貴様ら少しはパワーが上がったようだが、義乳の奴らを甘く見るなよ。急げ貴様ら。あっちだ。僕でもなんとか勝てそう。このベジータ様とやり合えるとはなかなかだ。覚悟はいいか？なんとか勝てたって感じか。
僕でもなんとか勝てそう。さあ行くぞ。よう、ベジータちゃん。早い。接近がわからなかった。くそ。もう少しだったのに。おや？もしかすると、そいつがドラゴンボールってやつかな？後ろに5個、お前たちが2個。全部揃ってるじゃないか。貴様たち何度に渡してたまるか。では強引にいただくまでだ、グルド。はっ。うん、なんでグルドが一瞬だが超能力で時間を止められるという噂は本当だったのか。これで7個すべていただいた。あとはお前たちの始末だな、ベジータ。お前は俺が痛めつけてやる。そりゃないですよ、義乳隊長。この前も美味しいところ持ってったじゃないっすか。ずるいっすよ。そうだったか。じゃあリクームがベジータ、グルドはチビ2匹セットでな。仲良くやれよ。俺は優しいだろう。おー、最高っすよ。では俺はフリーザ様にドラゴンボールを持っていこう。これでフリーザ様は不老不死が手に入る。さてだ、グルド。お前から先にあのチビ2匹を片付けちまえよ。ああ、こりゃあっという間に終わっちまいそうだ。よし、行くぞ。木を解放しろ。ただのチビじゃなさそうだな。一瞬で決めるぞ、ご飯。はい。ハッ、それ、ハッ、それ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 
こまかと。チビどもにやられるとはな。頭にくるぜ。おいおいおい、グルドのやつやられちまいやがったぜ。困ったぞ。一人かけては特戦隊のスペシャルファイティングポーズは美しくない。ギニュー隊長に4人でできる新しいポーズを考えていただかねば。なんとかなりましたね。ああ、この調子で悟空が到着するまで粘れれば。甘い夢を見てんじゃないぞ、貴様ら。グルドなど奴らの中でも可愛い方だ。これからが本当の地獄だ。さあベジータちゃん、今度は俺たちの番だよ。他のチビちゃんたちもベジータちゃんのお手伝いをしてもいいからね。おお、ベジータちゃん、前より戦闘力が高くなってるね。その余裕が頭に来るぜ。なかなかいい。思ったよりやるじゃないの、ベジータちゃん。化け物め、この俺がまるで赤ん坊扱いだ。おもっとビシッとした技はないのか。ないなら殺しちゃうけどいいか。
はここまでだ。さあ、そろそろ始めようぜ。